ね、確かにこの時間でボブのこと知りたい。普通に確かにボブのこともっと教えてほしい。確かに聞いてくださいよ。好きなボブはご趣味は ご趣味お見合いじゃないよね。お見合いじゃない、始まってない。ご趣味、趣味なんだろう。映画とかっすかね。アニメとか。でも俺キリトがめっちゃ好きなの知ってる。キリトめっちゃ好きっすよ。そうなんだ。そうなんだ。めっちゃ好き。うん。メスさんなんだっけ、キリト、SAO って登場人物なんだっけ。あ？メスさん。アスナ？キリト。アリスシンシシスサーティ？うわ。でもアスナいないらしいよ。だからそのアスナって知ってます？なんか名前を。あれなんだっけ。なんだっけ、キリガヤカズト君の恋人ですか。そうです、そうです。リアム様がキリガヤカズト君の恋人なんだ。あ、そうです、そうです。あ、そうなんだ。なんか一応なんか脇役になんか結城アセナちゃんっていう。いや知らないっすか、見たことないっすか。いや、なんか名前はここが知ってるんですけど、ちょ、わかんないっす。 S や見たんですもんね、全部。あ、見ました、見ました。覚えてないわ。覚えてないっすね。イシピニケアパッケリ。え、怖いことあるの。あ、なんだっけ、シリカちゃん。あ、シリカちゃん、うんうん。あ、シリカはいいんだ。あ、シリカちゃんはいいんだ。シリカちゃん知ってます、知ってます、知ってます。あ、いいんだ。あれ、アリスシンセシスターズは。あ、サイティ知ってます、知ってます。あ、いいんだ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 。結構距離近い。チューしてなかったか。うん、チューはしてない、チューは。あ、チューはしてない。すごい敏感。え、シノンちゃんとかは。あ、シノンちゃん好きですよ。おお、うん、川原力先生とね、仲良くなっちゃって、ちょっとアスナもちょっとね、最近認知するようになりました。やっと、やっとようやく、ようやく、ちょっとさすがにすごいあれだからなんか、エッキやん、ちょっと。え、なんか服装が可愛いけど、なんか、ちょっといかがじゃない。悪いけど、こっから先は一方通行。おわい。え、キリト？ズボロメよ。あれ？あれ？キリトじゃない？ジョン様ってキリガヤさんのどこが好きなんですか？ビビってるやん、ちょっと。やっぱなんか下の名前とか呼ばない方がいいかな。キリトって呼ぶのビビってるやん。いや、ちょっとあの怖い。でもめっちゃかっこよくないですか、すべて。なるほど、まあ。すべて。確かに。頼りがいがあるところがいい。引かれてません、これ。いやで、聞いたのこっちなんですから。嘘。好きなキャラとかいるんですか。あー、います。誰、ゆうきやすなって言うけど。誰だ。かわいいんすよね。見たことないんだ。主人公の男の子と、コテージの横、誰がいたんだ。私ですけどね。私高宮リオン、高宮リオンと霧ヶ谷カズト。なるほど、なるほど。あ、そう、あ、言われてみればそうだ。なんか俺確かに、なんか髪色もなんかそんな感じだった気がした。確かに、確かに、確かに。私もなんかリーピア持ってたし。確かに、先行のなんたらって言われてた。先行のリオン。わぁ、先行のリオン。ぽいじゃないですか、やっぱ。そっかそっか、じゃあ霧ヶ谷くんとスイッチとかしてたのは、どっちだ、それはどっちだ。それもなんだ。なんかあった気がする、リオンスイッチっていう言葉ありましたよね。そうだわ。一緒にお昼寝とかしてたのは、あ、そうそうそう、最高の。あ、そうそう、それもリオン様だ。パンにミルク塗ってもらったのは私ですね。あ、このパンまずいだろって。あ、そう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 。これつけてみる。あ、そう。あ、そう。第一期やないか、それ。あの時どんな気持ちあったんですか、なんかその。あ、やっぱつけた方が美味しいなって気持ちいいっすけどね。小学生みたいな感じ。一番の思い出みたいな。一番の思いですか。そうそう。やっぱり一緒に住んでたことかな。爆発したいわ。すげえな、実際の人に話聞けるって。ねえ、本物だ。もうやめてくれ。もうやめてくれよ。いや、恋っていいですよね。そういう好きなキャラいる。いるか、本当に。恋って何が好きなの。全然いる。本当？ちなみに私マジで木山ひろとが結婚したかった。誰ですか？
稲妻イレブン。あーあー。スタンダップスタンダップ立ち上がりよ。稲妻ちゃん。チャレンジャー。テレ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 テいや、あの一応あの水族館デートとか行ったんだけど、あ、行ったんだ。そう、なんかあのなんか世界大会出るとかで、あ、へえ、あ、そのそう、お互いそのそうなんだ、好きな気持ちあるまま、うん、なんかお互いのためを思って、そう、慣れようかみたいな。好きだったら別に付き合うと思うけど、結構しんどかったな、あの時は。それで好きだった、だから私もあれなんだよね。だから一緒に戦うって言って私も選手になって、え、世界大会ついてったんよね。え、選手、そこまで選手になったの。え、そう、選手になった。え、え、恋愛からって、それをその人モチベーションに選手にまでなったってこと。え、そう、選手になった、普通に。そこ、それはすごいな。尊敬だよ、尊敬の念をあなたに、ね、その場合は。